さあシャルシャル対戦。さあなぜかアスクミズで煽っているのはプラム。さあ注目のアルカナ選択ですが、さあ夏木シャルは火を選択。さあプラムシャルは花を選択。さあバーストしつつ、まずはプラムシャルが先手を取った。落としてカウンターヘッド、それを食らってしまう。さあ5位が入って、さあ火が入った。さあ持ち早めのバーストでダメージを拒否る。さあここは削りに行く。さあ透かし投げから溜めている。決まった、勝ったなプラムシャル。じゃあルームメイト募集中なのです。チームアイゼンさん、グロッキーさんいますか？集合。はい、ジンキエルザ、森高さん、ハート。はい、ではこちらにいらっしゃいますのでじゃんけんをお願いします。最初はグー、じゃんけんぽい、コンパネ。じゃあ向こう側で準備をお願いします。先方のキャラクターを聞きに行きますので少々お待ちください。じゃあフィオナ対エルザでお願いします。さあ試合を通して得るものは多いはず。さあ氷フィオナ対アイエルザ。さあお互い牽制の試合は、さあまずは氷が刺さって、さあそこから安かった。さあ揺さぶりに行って下段から、そこはきっちりガードするのはフィオナ。さあそこは下段を差し込んだ、きっちりクイまで入れて、さあそこを投げで刈り取る。そこも投げ、さあ3回目はさすがに通じないが、2ミカウンターから、さあ先ほどはこれがやりたかったが、今度はきっちり出て追い打ち。さあ追い打ちだが、さあここは早めにバースを使って勝ちに行きたい。さあお互いあと一発いったところ、
さあ今度は読んで飛び道具をするエルザ。X。 さあこれ1枚減りますね。さあ叩き落として、さあ昇竜からダメージを取りに行くが吸い込まれて、あと惜しかった。勝ったのはフィオナ。さあリリカが先手を取る。さあ鏡ハート、さあそこに壊せを差し込むが少し安いか、距離を取るリリカ、コパニーカウンター、さあしかしやはりはちょっと安いか。